熊本城。熊本城は、現在の熊本県熊本市中央区に築かれた安土、桃山時代から、江戸時代の日本の城。別名、銀南城。加藤清正が中世上閣を取り込み改築した平山城で、加藤市開役後の江戸時代の大半は、熊本藩細川家の居城。明治の西南戦争の戦場となった。西南戦争の直前に、 大正天守や御殿など本丸の建築群が消失し、現在の天守は1960年の再建である。宇都矢倉などの現存する矢倉、ラ、城門、平十三棟は国の重要文化財に指定されている。また、城石は熊本城石として国の特別史跡に指定されている。天守閣内部には熊本市立熊本博物館の文館としての展示があり、 公式には、熊本城の再建展示閣内部は、熊本市立熊本博物館文館となっている。2016年4月の熊本地震の際に、原村石垣をはじめウトヤグラらなどの文化財、建造物、大償天守などの復元、復興建築が被災した。熊本市北区、植木町の中心から南に伸びる、絶上大地、京町大地の先端、 茶臼山丘陵一帯に築かれた平山城。現在の地名では、中央区の本丸、二の丸、区内、古城、五京町、千葉城町にあたる。中世に千葉城、熊本城が築かれ、安土桃山時代末期から江戸時代初期にかけて、加藤清正がこれを取り込み、現在のような姿の熊本城を築いた。日本三名城の一つとされ、 清少流と呼ばれる石垣の上に、五天、大正天守、五階あぐらなどが詰め込んだように建てられ、一大名の城としては、日本一であるとの評価がある。細川市の居城となった後も、盛んに改築が行われ、明治時代の初めまでは、大半の建物が撤去されずに現存していたが、熊本人台が置かれた後に、建物や石垣、車の撤去や改変が行われ、 西南戦争で一部の建物を残して、天守を含む御殿や矢倉など主要な建物を消失した。現在は、ウト倉や東地区の丸の矢倉群が残る、建物が失われる経緯は、同光の歴史、明治時代以降を参照のこと。石垣武神の名手とされる清正が築いた石垣は、1889年、明治22年の熊本地震で、石垣の一部が崩落し、 改修された部分があるものの、ほぼ、江戸期の改築による、変遷の痕跡をとどめ、城石は、特別史跡に指定されている、2012年現在で512,300.52平方メートル。昭和時代中期には、大正天守と一部の矢倉が外観復元され、近年では、倉や古典などの主要な建物を木構造で復元する、事業が行われている。 桜の名所としても知られており、日本桜名所100選に選定されている。文明年間、1469年から1487年に、日後守護菊池市の一族、井出田秀信が、千葉城、千葉城、現在の千葉城町を築いたのが始まりである。その後、井出田市の力が衰え、大英、京六年間、1521年から1531年、 二、菊池氏は代わりに、卓馬、秋田、山本、玉名四軍に所領を持つ鹿野小に地下新院、弱新に、熊本城、熊本城、現在の古城町を築かせて入れた。サビ心は、藤崎八変宮の戦宮を行い、1529年、京六二年に、五奈良天皇の臨時、1542年、天文11年には、直学の歌詞を得ている。 1550年、天文19年、文語主語、大友義明が、家臣の謀反により殺されると、義明の弟で、菊池氏を継ぎ、かつ、義明と敵対していた守護、菊池義武が、熊本城に入り、錆心の孫、かのこぎ神武はこれを迎え入れた。しかし、義明の子、大友義主義により追われ、以後は、大友氏に協力した、城親冬が居城とした。 1587年、天正15年、豊臣秀吉の九州征伐に際し、薩摩の島津市に属していた親冬の孫、白久はじめは白を明け渡し畜五国に移った。秀吉の乙義州、大村雄うのの九州五道崎には、このところは、日後の府中なり、上重郎太郎、久本と、運波相当高、数年愛護しらえたる名城なりと記す。また、秀吉が、 一柳次化末に送った主印状の中で、日後は然るべき国に、交換、橋場六守る、笹成政を課せられこう、熊本名城に、交換、居城としてご不信を押せつけられこうと述べている。新たに、日後の領主となり熊本城に入った笹成政は、秀吉の指示に反して、県知を強行し、日後国寺に一気を引き起こす。この時熊本城は、 国人衆による猛攻を受けたが、城代の陣母縛りが死守して、落城は免れている。1588年、天正16年、成政は切腹を命じられ、加藤清正が、日後北半国19万5千国の領主となり、熊本城に入った。加藤清正は、1591年、天正19年から、千葉城、熊本城のあった。 チャウス山丘陵一帯に城郭を築き始めた。1600年、慶長5年頃には、天守が完成。関ヶ原の戦いの交渉で清政は、日後一国52万国の領主となる。1606年、慶長11年には、城の完成を祝い、翌年、熊本を、熊本と改めた。これが、現在の熊本城である。1610年、慶長15年から、 通路によって南北に分断されていた本丸に通路をまたぐ形で本丸御殿の建築が行われた。これにより、天守に上がるには本丸御殿下の地下通路を通らなければならないようになった。1632年、寛永9年、清正の子、加藤忠宏の海域により、無前小倉城主だった細川忠俊が、日後54万国の領主となり熊本城に入った。 この時、忠利氏は天守に上り、清正を祀る病所がある、本名寺の方角に向かって遥か廃したと伝えられる。忠利氏は、城の長兵の南、つぼい川を渡ったところに、花畑屋敷を造営し、以後駅台藩主はここを、日常の居所とした。加藤家の治政末期には、犯罪性の疲弊や、お家騒動により、城の修理も、ままならない状況であった。細川家が、 日後入部時には、熊本城は現在の本丸周辺のみ整備されていて、二の丸の一部と三の丸の大半は未開発であった。このため、細川忠利は入部後、直ちに熊本城の修繕を幕府に申し出ている。この修繕は建築物の修理にとどまらず、本丸の増築、二用の石垣に、跡が見られる二の丸の整備にも及んでいる。さらに、 上級家臣の茅屋敷地や中級家臣用地として、順次原産の丸やつぼ川地域、江戸中期まで三の丸扱いされていたの開発が進められ、最後に、生端の段山、現在のダ山町周辺の核が完成したのは、明治維新まで30年を切った天保年間である。この時点で、木内の矢倉は消失した森本倉を除き62を数えていた。熊本城は、 細川市の地政下で、江戸時代を通じて拡張され続けていた。幕末の熊本藩には、学校党、実学党、軽心党の三つの勢力があったが、維新後の1870年、明治3年進歩的な実学党が政権を握り、戦国のあまりもの、無用の税物であるとして、熊本城の解体を新政府に願い出た。これは、諸藩の改革を促進したい。 新政府の意向を受けたもので、願いでは聞き届けられた。しかし、作業開始当日になって、解体の方針は凍結されることになった。半知事、細川森久の主導で進められた方針に対し、前半知事で保守派の細川義国が不満であるなど、反内に意見の相違があったためと言われる。代わりに、木内は天使を含めて一般に公開されることとなった。 軍と熊本の名前もあるが、終戦前は陸軍が使用していた。熊本空襲では一部、将校集会所を除き、消失を免れた。1871年賃税賃代が設置された。二の丸を中心に1875年不評第十三連帯、1925年、熊本陸軍共同学校、1943年、熊本予備士官学校ができた。 またその近くの現在剣物大樹木園の場所に熊本陸軍幼年学校ができた。1897年9月1日から1927年3月31日、この施設は軍縮により廃止、その後清水町に再建された。二の丸と古城の間は、江戸時代は大名屋敷であったが、明治4年、鎮税鎮大病院、その後陸軍病院となり、 それは1945年より国立熊本病院、その後国立病院機構熊本医療センターとなっている。1871年、明治4年廃藩治県後は熊本県の県庁が二の丸に置かれ、同年に花畑鎮税賃代、後に熊本賃代に改められたが置かれた。この時の熊本賃代司令であった桐野俊明は老朽化した矢倉。 多重矢倉の破却を支持し、特に西出丸は石垣を取り崩し、核自体を破却している。西南戦争前には、天守、本丸御殿を中心とした、本丸主要部のみ保存されていた。1876年、明治9年の上風連の乱の時には、反乱士族が、陣代司令官、種田正明などを襲い場内の砲兵を、 制圧したが、1日で鎮圧されている。西南戦争では、政府軍の重要拠点であると同時に、西郷軍の重要攻略目標となる。西郷軍の総攻撃2日前、1877年、明治10年2月19日午前11時40分から午後3時まで、原因不明の出火で、大正天守などの建物、同時に30日間の米へ、 城下の民家約千件を消失した。現時点で、西南戦争での消失が確認されているのは、以下の建造物である。大天守、小天守、本丸御殿、本丸東三海櫓、月見櫓、小広間櫓、小広間西三海櫓、長局櫓、工作櫓門、三野櫓門、東櫓門。消失を免れた建造物は原存のものを除くと、 西武の丸脇5階矢倉、飯田丸3階矢倉、札矢倉門、六軒矢倉、書物矢倉、堀預かり櫓が確認されているが、西南戦争後から大正期までに陸軍により順次、破却されている。政府軍と西豪軍の間には、田原坂の戦いを含む激しい攻防が行われたが、熊本城は司令官、谷田敵の指揮のもと、4000人の牢場で、 西郷軍一万四千人の攻撃に耐え、ついに撃退に成功した。なお、この戦いでは、武者返しが大いに役立ち、熊本城を甘く見ていた西郷軍は、誰一人として城内に侵入することができなかったという。おいどんは官軍に負けたと、じゃなか。清政公に負けたとで壊すと、西郷が嘆いたというエピソードが伝わっている。 1884年城内にご砲台が設置され、空砲による砲事業務が始まる。1941年廃止。1888年、明治21年には、熊本鎮代を母体とする陸軍第六師団の司令部が天守台に置かれた。1917年、大正6年本丸に、陸軍第六師団司令部の新庁舎が落成。1933年、 昭和8年熊本城の原村建築が、熊本城、種別、城下空と櫓、建物矢倉など、計13棟として、旧、国宝保存法に基づく、国宝、現行法の重要文化財に相当に指定される。同年、城跡は、熊本城跡として、国の史跡に指定される。1945年、昭和20年7月1日、 市街地の20%を消失した熊本大空襲など、たびたび空襲に襲われるも、奇跡的に消失を免れる。戦後は、古城に、熊本県立第一高等学校が移転した。同年12月、戦災を受けた熊本大学医学部基礎教室が一時的に、二の丸の弊社を利用した、1962年3月、移転。1946年、 昭和21年米軍が城内に施設を作った際、車両通行の妨げになるとして、竹の丸門が破却された。同年3月、故郷町無番地市長隊跡に、科学及び血清療法研究所、京町研究所が設置された、1973年閉鎖。1955年、昭和30年、熊本城跡として国の特別史跡に指定された。 1957年、昭和32年、加藤神社が新堀町から西出丸の長谷方グルワに、熊本県五国神社が花岡山から藤崎台に戦し、1960年、昭和35年の熊本国体開催と、築城350年を機に、熊本市は一般からの寄付も募り1億8000万円の費用をかけ外観復元で、 大正天守と平屋倉、兵などを再建し、本丸一帯を公園として整備し、入場を有料化した。天守は鉄筋コンクリート作りで、内部は熊本市立熊本博物館の文館として、資料等が展示され、最上階は展望スペースとなっている。また、二の丸に水泳競技用の県営プール、三の丸藤崎台に藤崎台県営野球場が整備された。 その他この年は二の丸に各種館長が入る合同庁舎も設置された。1962年昭和37年熊本大学医学部基礎教室が移転。建物をそのまま利用して熊本県立第二高等学校を開校したが、1968年昭和43年熊本県立第二高等学校が移転。1967年 昭和42年、跡地を整備し、二の丸公園として開園。1976年、昭和51年二の丸跡の一角に、熊本県立美術館設置。1978年、昭和53年三の丸に、熊本市立熊本博物館設置。1993年、平成5年旧細川行部邸を三の丸に移築。 1997年、平成9年熊本市は、熊本城復元整備計画を策定。2006年、平成18年4月6日、日本百名城、92番に選定された。2007年、平成19年、築城を400年に際して、本丸御殿をはじめ、西出丸の兵、犬矢倉、元大子矢倉、武行丸の兵、羊猿矢倉。 南大手門などの建造物を数年かけて復元された。なお、未だ復元工事中や工事未着手の建物もいくつかある。2011年3月5日には観光施設桜の馬場城彩り園が開業。2016年平成28年4月14日21時26分以降発生している最大震度7の熊本地震の前震と本震。 4月16日1時25分発生、など、相次ぐ揺れで被災した。朝日新聞は2016年4月15日の記事で、4月14日、発生の地震の被害は、石垣の一部が6箇所の崩落のほかに、石垣石の落下が複数箇所で確認。重要文化財の長平が、長さ100メートルにわたって倒壊。天守、矢倉の屋根瓦やシャチも、落下と報じた。 本震の発生した2016年4月16日未明の被害については産経ウエストは同日11時30分の記事に熊本城総合事務所団として余震のため状況確認ができていないが東18県櫓と北18県櫓が倒壊した模様との様子を掲載し朝日新聞は同日10時44分の記事でその櫓の一部が隣にある 熊本大神宮境大建物の屋根を突き破ったと報じた。2016年6月10日の熊本市議会で石垣の被害について報告があった。熊本城の全石垣約7万9千平方メートルのうち50カ所の約2万3600平方メートル517面で石垣の崩落、膨らみ、緩みがあった。そのうち崩落は50カ所。 229面に及んだ。建物は、前身のあった4月14日の時点では、重要文化財建造物10棟に被害が確認され、そのうち長米は80メートルの倒壊、河原、外壁落下など9棟であったが、本身のあった4月16日の時点で、倒壊2棟、一部倒壊3棟、他は屋根、壁破損など、重要文化財建造物での被害は13棟と、 なった。その他に、復元建造物の被害は二重棟に及び、そのうち東海は五棟。他は、建物下部の石垣崩壊や屋根、壁の破損などの被害が報告された。石垣の大きな崩壊の原因の一つとして、石垣の上に樹齢五十から百年の大木が建っていたことを、環境建築研究者の岡田義勝は指摘している。樹木は、地上の部分の方が根よりも重く、 枝の広がりもあって、根は揺れによるモーメントを根回りの土壌に逃がそうとする作用が働き、その反作用で根が埋まっている周辺の石垣に相当な圧力をかけたため崩落を助長したとする主張である。文化庁の試算では、石垣の撤去や積み直しなどの作業に伴って、1平方メートルあたり150万円かかると、見込み折り、総修復費用に、 約354億円を要するとした試算を明らかにした。今回の報告は、石垣のみで、瓦が落下した天守や倒れた矢倉、兵などはまだ被害の全容が分かっておらず、これらの修復費用の試算はされていないという。熊本市の大西和文市長は2016年7月26日、天守閣の修復を3年で、また、 全体の修復を20年で終える目標を明らかにしている。城郭の形式は、はしご角式平山城。広さは、約98ヘクタール、約98万メートル。周囲は、約5.3キロメートルある。南西の古城と北東の千葉城を取り込み、それらを出丸としている。南東を流れる白川を外堀に見立て、これに合流していた坪井川。 伊勢里川を切り離して、内堀としているため城内にある水堀は、飯田丸の西にある備前堀一つのみである。本丸は、丘陵の東の最も高い部分に作り前面、石垣積みとし、西へ、緩やかに下る二の丸三の丸は、重点箇所のみに石垣を築き、経費を抑えた。絡め手口のある北は、他の方面に比べ、内角に近接しているので、一般的に弱点とされるが、 断崖と空ぼり、現在は道路に仕切られており、突破は困難である。これに対し西は開けており、多少なりとも傾斜も緩い。そのため、西で丸、二の丸三の丸で区画し、防備を固めているが、上角生誕の先に独立した小球として、弾山、谷、山がある。兵力の関係で総構えを放棄した西南戦争では、この弾山をめぐる戦いが行われた。 清政は特に、石垣作りを得意とし、熊本城では、はじめ緩やかな勾配のものが、上部に行くに従って垂直に近くなる、武者返しと呼ばれる形状の石垣を多用している。熊本城で使用されている、武者返しは、慶長の役の際に、朝鮮に気づかれ、南高不落と呼ばれた、ウルサン和城に使用した追記技術をもとにしたものである。上増式郡山和町、旧。 やべ町にある通順橋は、江戸時代末期に、この熊本城の武者返しの石垣をモデルにかけられた。江戸幕府の仮想的であった薩摩藩に対する備えとして建造されているため、南側が非常に堅固、その分北側がかなり手薄な構造になっている。この構造が、西南戦争で薩摩軍の包囲戦をしのぐことができた要因の一つとなっている。 熊本市役所前の石垣は長さとしては日本最長である。2016年の熊本地震の際には石垣の約3割が崩落する被害を受けたが、その際、崩落した石の側面から建設時に石膏が記念や地震のために描いたと見られる人型と呼ばれる人物の宣告画が発見された。天守は連結式防浪型。 大天守は三十六階近い一階、一の天守とも呼ばれる。小天守は三十四階近い一階、二の天守とも呼ばれ、大上という夫人のための建物である。大天守は一般に五重の天守として見られているが、二重目に当たる部分と余位に当たる部分のものは、屋根ではなく日差しとするので、正確には三十六階近い一階の天守である。萩町天守と同じように、 天守台から少し張り出す、張り出し作りで、張り出し部分には石落としが設けられていた。現在、観光出口となっている付けやぐらは、元は階段やぐらでそのまま多門櫓が本丸御殿へ繋がっていた。またさらに、闇り、櫓門、地蔵櫓門の3階部分を通じて、月山丸5階櫓、月山や丸櫓門へと、外から一度も見られることなく西出丸へ出ることができた。 ちなみに、城の北東に、清政が建立した、報告病跡、竜田山中腹と、城の南西の明海寺跡、花、岡山六にある細川家の霊廟の二つを結ぶ、直線上に天守があるという。本丸五天は、南北に分かれた本丸にまたがって立つため、闇里通路、暗がり通路と呼ばれる、地下通路がある。この通路が五天への正式な入り口ともなるという。 類を見ない建物である。小天守の天守台は大天守に被さるように作られており、大天守の天守台石垣の勾配より急角度であり、また天守台と建築物の間には、名古屋城天守と同様に60センチメートルほどの忍び返しという鉄つぐしが指してあり、再建とはいえ各所に大天守との建築時期の相違を確認できるという。これには以下の説がある。 大天守北側は、創建時には商店主がなく城の北東入り口である、深い門、赤津門より、本丸西隣の平座へ門丸へと続く通路であった。再建天守の観光入り口の端下を望むと、旧通路の階段が門扉もす形もなく、直に商店主入り口に続く構造を確認することができる。現在は非公開だが、この階段を下ると、 裏五階やグラートと商店主の間に、旧通路を塞ぐように石垣が築かれている。石垣下部には、高さ1メートルほどの石門という通り道があり、深い門へと続く、北帯車へ出ることができた。石門は堀や帯車の清掃のための通用口として利用されていたが、過去には、抜け穴や水抜き穴との説があった。また、石門を抜けた左手にも、同じ造りの石垣があり、 こちらは、ウトヤグラへと続く犬走りへ出ることができた。建物は、漆喰壁に、柿渋塗りの下見板張りの黒い外観が特徴である。天守以外の矢倉や、門の屋根には、そりが少なく、破風には直線かむっくりはつけられている。多重矢倉はすべて暴露型である。五階矢倉は、三十五階の三重矢倉である。王子には現存する、ウトヤグラの他に、裏五階ヤグ すきや丸階回櫓、飯田丸階回櫓、西武の丸五階回櫓の四基、本丸東階回櫓は後に階回櫓に改築されたが、大正天守を除く合わせて六基の階回櫓があった。これらの階回櫓は他城の天守の規模に相当した。これらは、慶長年間に毛利藩が作成した熊本城略図に、記載のない櫓、すきや丸階回櫓、 西武の丸は木五階、矢倉、本丸東五階倉もあり、一国一条例後に、日ご飯領内にあった南館、佐敷、内巻城の天守を移築したものではないかとの説がある。王子には、小広間西三階倉、月見矢倉、本丸東三階倉、飯田丸三階倉、長路城三階倉、犬井矢倉、羊猿矢倉、芹方三階倉、 森本櫓の旧機の三階櫓があった。構造は、小広間三階櫓を除き二重三階の二重、櫓であった。うと櫓をはじめ県持つ櫓、長岡都所、安洲櫓、平櫓、五県櫓、北十八県櫓、東十八県櫓、玄野新櫓、島櫓、十四間櫓、七間櫓、田子櫓の、角、櫓、長平、全長、 約242メートル、深い門の十三棟の遺構は現存し、それぞれ国の重要文化財に指定されている。現存する建物の他に、飯田丸五矢倉、南大手門、羊猿矢倉、犬倉、西手丸長兵などが復元され、また、平成十九年、二千七年の清正による、築城四百周年にあたり、十二月末に、 本丸御天王広間の復元工事がほぼ完了し、2008年4月20日から一般に公開されている。他の多重櫓などの復元も長期に計画されている。また、外観復元されていたバグ櫓が、木構造部分が老朽化したため、木造で改めて復元される。天守閣内には、魚座船、波コこれ丸の今部分があり、 細川や船屋方として国の重要文化財に指定されている所有者は衛生文庫。城下町は西南戦争における戦闘で消失し、その後には一般的な市街地が形成されたため、現在ではほとんど面影は残されていない。しかし、唐島町から熊本駅までの一帯には城下町の町割りのまま道路が敷かれているほか、五福町、魚屋町、 古大区町、高野町といったかつての職人町の地名が数多く残っている。江戸時代、熊本藩の歴史の大半を占めたのは、細川市であったが、西南戦争で天守が消失する様を、地元の人は、清正公、聖書さんの城が燃えている、と悲しんだといい、西南戦争の際、官軍の守る熊本城を攻め落とすことができなかった、西郷隆盛は、このように、 熊本城には、加藤氏、加藤清正に関わる話がある。本丸五天災建に伴う発掘調査で、西南戦争の火災で焼けた、様々な出土品が出たが、同時に消失したとされた、兵糧米500石分の痕跡が見つからなかった。通常、大量の米が消失すると中心部は炭化米として、残るが大量の出土品の中から炭化米はついに、出なかった。 また、今まで、上域すべてがこの火災で消失されたと伝えられていたが、実際の地災範囲は、上記、概要にあるように現在の本丸部分と当地区の丸の櫓門一つだけに限定されたものであった。この火災原因には、様々な説があり、今までは、近代の地や季節は、老状氷論を失った点に問題があると指摘されていた。熊本城公式サイトでは、 時代遅れの天守閣を焼き、兵に牢状を覚悟させるため、司令長官の谷立旗が命じ、参謀の小玉玄太郎が火をつけたという説が、現在では有力と記されている。2016年4月の熊本地震の熊本城被災により、熊本市は公園の有料区域全域の公開を中止し、一部地域を除いて立ち入りを禁止している。 熊本市熊本城総合事務所は2016年4月27日付の報道資料で立ち入り禁止区域を伝えた。公益財団法人日本城各協会は2016年6月14日に公式サイトで熊本城の立ち入り禁止区域変更について熊本城公式ホームページを示して一部解除されたことを伝えた。熊本城総合事務所は 2016年8月1日12時、正午より、指導区内1号線の交通規制解除とそれに、伴う三の丸第二駐車場の供用開始を、熊本城公式ホームページを通じて伝えた。熊本城に対して、一定額以上の寄付を行った人を、一口上司として認定し、店主内に上司として認定を受けた寄付者名の書かれた札がかけられる。寄付された。 寄付金は復元整備事業などに使われる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。